私はこの正月には、イジングモデル遊びに凝ってると。あれ、遊なんぶでもしたんっなんでけ？すか？イジングモデルってなんか聞いたことあるような気がしますが。イジングモデルとは何かというと、まずね、イジングさんという人は、1930年代にのドイツでドクター論文を書いて、で、だから、イジングさんが書いたから、イジングモデルと言われるわけですよ。で、それは何かというとですね、スピンが、等間隔に並んでいると。何ですか、スピン。ス何のピン。分野の話ですか。物理の話。量子物理の話。電子っていうものがあってですね、電子っていうのは、まあ、スピンっていうものを持っとるわけ。まあまあ、回転してるというイメージでもいいかもしれん。で、それが上向きと下向きと。あれは磁石をね、上向けと下向けだと思ってもいいですよ。で、スピンってこんなもんが、まあ、あると。で、それがですね、こう、等間隔に一次元で並んでる。これ一次元のイジングモデルで、それが、5番の目のように正方形に並んでるのが二次元のイジングモデル。で、どういうことかというとですね、スピンっていうものは、2つあるとですね、お互いが相互作用するんですよ。で、同じ方向を向いた方が有利なんですよ。エネルギー的に得なの。で、逆向きになるとエネルギー的に損するんですよ。まあ、これ相互作用が、の定数が正の場合だけど、まあ逆の場合もあるけど、まあまあ、まあそんなもんだと思ってください。で、たくさんスピンがこうあるときにですね、で、それが、全部同じ方向を向くというのが一番まあ有利なんですよ。安定なんですね。安定。いや、快それ温適。度が低い場合はね。ところが温度が高いとね、これはね、あっちこっち向きたがるのよ。だから温度が高いともうむちゃくちゃになってるのが一番普通の状態なんですよ。で、だから、これがね、全部揃っていると、これ、まあ、磁石だと思えばですよ。こう、全面が磁石になっとると。で、むちゃくちゃになっていると、磁石じゃない、状態じゃないと。そんな感じなんですよ。で、温度が高いとですね、このスピンがあちこち向きたがるもんだから、全体がもう、要するにバラバラになっておって、磁石になってないのよ。で、これ温度をこうだんだん下げていくんですよ。なら、あるところで、急にですね、同じ方向を向く方が有利だとなってくるの。で、この温度、チューリー温度というの。もう一回言ってください。何を？チューリー温度。チューリー、おお。パリキュリーさんのキュリーですよ。ほう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 。まあ、キュリーテンペラじゃ。で、それより低くなると、まあ、磁石になると思ってください。で、温度がゼロになるとですね、全面同じ方向、上を向くか下を向く。だから全部北極になるか南極になるか。まあ、そんな感じ。そういうのをイジングモデル、まあ二次元。これを計算するのにですね、モンテカルロ法っていうのがあって、ほうほうほう。で、まず最初ですね、まあスピンが勝手な方向、まあめちゃくちゃな方向を見てると、まあ仮にしますと。ね。で、温度を決めますと。で、その時に温度が決まったら、最終的にどうなりますかと。で、実はですね、1個スピンがあった時に、周りがね、4つ、ニアレストネイバーというのが、一番最近説。5番的に言えば、真ん中に座ったら、左右2つと、前後左右ね、こう4つあるわけ。で、これとの関係でですね、できるだけ、まあ、同じ方向を向きたがるわけよ。だけど温度があるとこれが逆になったりする。まあまあそういうもんだと思ってください。で、それを、だから最初はむちゃくちゃにランダムな配置しておくんだけど、で、一つ一つを見てですね、これがどっち向いた方が有利かなって計算するわけよ。で、周りがみんなね、上向いとったらね、自分は一番上向くのが一番有利に決まってるわけよ。で、一番不利なのは、こう、互い違いになっているのが一番不利な、エネルギー的にね。で、まあそういうわけで、どれか一つ、まあ選び出してですね、これがどっち向くかを確率的に計算するんですよ。で、
まあ、上分か下分か決めらと。で、そういうことをガーッと時間的に計算やっていくというのを、まあ、これあの、モンテカルロ法というわけ。ええ、ええ。で、これ、現実界がないときにやるんですよ。だ1次元の場合やっても、まあ、しょうがないんだけど、まあ、2次元以上の場合ね。で、温度いろいろ変えてやるわけ。で、これが計算時間がものすごくかかるわけよ。ただ、モデルは非常に簡単だから、これ、あの大学のね、あの学部生ぐらいのですね、演習問題に非常にいいのよ。うん、あのコンピューターシミュレーションの演習ね、モンテカルホの練習には非常にいいんですよ。だから僕ね、イジングモデルっていうのを調べてみるとね、いっぱいね、論文が出てきて、うん、最初見たね、インド人の学生の、あの、卒業研究みたいなやつ。うん、その次はね、スウェーデン人の学生のね、うん、論文が出てきてとか、まあね、いっぱい出てくるんですよ。教科書にもいっぱい書いてあるから。だから、これ、お遊びするには非常にいい問題なんですよ。で、僕はまあ最初インド人の見たら、なら最後の方にこれはまあ実際計算やってみたと。で、それは C で書いたって書いてあって。もう次です。スウェーデン人の見たら、いや、プログラムは自分は MATLAB で書いてあって。あと別の人の見たら Python のコードが書いてあったりして。で、まあまあいろんな、まあいろんなことで、ね、できるわけですよ。で、私はですね、これは MATLAB があるんで、で、私は実は今使っているこのコンピューターって、これ結構ね、強力なコンピューターなのよ。うんうん、28コアもあるのよ。うんうんうん、メモリー 128GB もあるのよ。すげえ。ところがね、今ね、こんなことやってるとね、コア 1しか使ってない。ほとんど28分の1しか使ってない。宝の持ち腐れってやつ。そう、宝の持ち腐れない。言われてるんだよ、みんなに。で、そこでですね、これはいかんと思ってね、で、モンテカルホの計算やってみようと思ったわけ。で、ならね、まあ、いろいろコードが落ちてるから、それを拾ってきてですね、走らせてみようと思ったが、ね、1コアで走るやつとか、でね、MATLAB セントラルっていう、MATLAB がプログラムの交換やってるんで、そこにいろいろあるんで、見たら、MATLAB の人が作ったコードと、そうじゃない人の作ったコードがあってですね、まあ、それを比較検討してみたわけや。で、分かったことはね、MATLABの作った人のコードはね、よくできてるなと思った。そうなんですよ。つまり、それは MATLABの性質を非常にね、熟知してるから。なるほど。でね、これはパラレル化できるのね。うん、で、for ってありますね。for って、まあ、for とらに言ったら do やけど、あの、何回も繰り返して。うん、Python では何て言うの、ね、MATLAB4 って言うんだけど。あ、4でしょ。これも4です。ああ、4。4分ですか。うん、4分。でね、MATLAB では Par4 っていうのがあるんだよ。Par。並列っていうこと？並列。で、並列、だからコアがね、あの2以上あればね、Par4、うん、にすれば、並列できるわけよ。で、皆さんのだってね、4コアとか8コア普通はあるはずでしょ。うん、で、普通ね、で、皆さん4コアあるかもしれんけど、1コアしか使ってないでしょ。うん、そうですね、その通りです。そうなんですよ。で、まあ私は28コアあるけど、ほとんど使ってないと。そこでですね、やってみようと思ってやったわけ。ほんなら、あのね、コア数をね、まあ、2倍にするとスピード2倍になるわけ。で、3個にすると3倍になって。ところがね、じゃあ28使えるかというとね、そこまで並列で伸びていかなくて、まあ、大体ね、ほっとくと12コアで終わる。あの それがマックスね。ね、うん、で、12コアまでやると、あのスピードがまあ10倍、8倍から10倍ぐらいになるのかな。で、CPU の占有率が大体 20% ぐらいになってですね。うん、で、あの、実際こう見てると、どのぐらいか見てると、その並列化すると 20% ぐらいで動くけど、ワンコアしか使ってないやつも下の方があったね、2% みたいなことで。だ普段そうやってるんだけど、まあ 20% 使って遊んでみたと。で、という話ですよ。で、まあ、あの正月はそれで楽しく遊びました。で、次はね、GPU を使おうかと思ってます、うん。そうするとね、GPU のね、テスト問題というのがね、やっぱり載っていて、うん、
で、あのマンデルブロー集合って知ってますか？あ、あれをね、計算するのに、ワンコアでやるのとで GPU でやるので、どのぐらい速度差があるかって言ってね、僕の場合で言うとね、24倍ぐらいスピードアップするっていう。あったね。というわけで、あの小林さんが今そこで使ってはるのは、GPU はあるわけでしょ？そうですね。これは大したことなくて、GeForce GTX、7GB ですね、メモリー。それ GPU のメモリー？ GPU のメモリーが。CPU のメモリーいくらある？ CPU のメモリーは 8GB ありますね。で、コア数いくらあります？コア数は8個です。でしょ？ 8CPU。はい。で、だから CPU8 やけど全然使ってないわけよね。ですね。うん。いや、だから今みたいなことをして遊べば8まではいくと。計算は8まで早くなるということですよ。メモリー128ですか。すごいですね。すごいんですよ、ね。すごい。見たことない、私。うん、64があったらすごいなって。うん、今度64欲しいんですけどね。うん、でもこれね、あの正直言って会社ねえからね。会社いや、この研究所は、だから、ある会社がサポートしてるから、だから会社のビジネスや。あ、個人では何も買えませんわね。まあだけど、あれじゃないですか。AI 走らすのには、持ってこいじゃないですか。うん、そうそう。だからね、いえ、それの実験やってみようかなと思ってるわけ。ええ、ええ。なんかもう、何でしたっけ、ステーブルディフュージョン。そうそうそう。画像生成はもう GPU 必須ですよ。走らせてください。ないともう遅くて話にならないってやつですね。それで何やんの、無比な絵を出そう。あ、これ、ステーブルディフュージョンのバージョン2からダメになったんでしょ？あ、そうなんですか。そうらしいですね。うん、でもなんか、解像度の高い絵を出そうと思ったら大きな GPU がいるんですよ。GPU のメモリーが大きいやつ。うん、うん、そうなんですね。逆に言ったら GPU のメモリーが大きかったら解像度高いのを出せる。うん、うん、うん。そうです、そうです。で、そこでしょうがないから向こうのでやらざるを得んのかな。向こう？いや、向こうってレプリケートかなんかの。あ、いやでもね、レプリケートでも、あの、GPU 決まってるんで、大したことないですよ。それよりは、そうなんですか。ローカルで、例えば GeForce の3090とかやったら24ギガあるんですけど、そっちの方がすごいですよ。レプリケートで提供してるやつよりも。すごいね。だから本当にそういうの出そうと思ったら買うしかないです。ちなみにね、僕ね、レプリケートからね、あの、領収書が来てさ、で8ドルやった。大したことないですね。結構でもすごい使ってますよね、8ドル。でも8ドルって、だからあの、落合さん言ってたじゃないですか、うん、散々使ってね、10ドルですよ。1000円ですね、うん。小学生の小遣いじゃないですかとか言ってたよね。はい、だから10ドルったらね、今ドルいくらか知らんけど、150円でも1500円よね。100円なら1000円よね。だからまあ、小学生の小遣いやな。そうですね。思ったより高かったということでしょ。そんなに使い倒したんですか。いやいや、そんなに使い倒してもういっぱい。ああ、そうなんですね。結構やってると思います。そうだったらいいですね。だけどローカルでできるんだったらローカルでやった方がいいんじゃないですか。ね、しかもローカルの方が早いかもしれない。それだったら。まあそうだけど、ねえ、あの、どうです。向こうでやる方が手っ取り早いですよね。そうですね。即できるでしょ。はい、できます。そのピップもヘッダーグレもないわけで、インストールとか楽ですけど、うん、先生、あの今の目標は 100% 使い倒すことにあるんです。確かに持ってるものは使い倒そう。一応なんかね、使っとかないと。そうですね。そういう時言ったらレプリケーション使ってたらこっちどう見ても 2% よね。はい、じゃあそういうことで、はい、で頑張ってもっとまた変な使い方しよう。有効活用しましょう。イジングモデルの話だったんですね。